い、やってきました。12月18日年末といえば大掃除です。お世話になってる。はい、吉田さんの大掃除ではなくて、今からね、水中の清掃行っていきたいと思います。行ってきます。ここに入れて、よし入ってんのかい。イージー。水中清掃終わって上がってきました。今回はね、時間にして1時間ぐらいだったので、まあね、そんなには取れなかったんだけども、こちらです。玉ねぎ袋に3袋です。出していこう。エギがね、大量これね、エギ用のね、ペットボトルがあって、あのペットボトルこれね、引っかかるでしょう。これね、エギ用のが本当あればいいんだけども、数だけ数えるので
燃え上がれ炎のように来たねビニール袋とかあのプラスチック袋多かったです。あとねこのラインがねちょっと針気をつけないとね。カニが入ってる。あっカニを痛いうわこれ見て鋭っ。ちょこれ鋭ないっすかカニを逃げるんだよ。最後がはい、あカニをまたカニを2匹目分裂して開けていこう。いい感じ。いったつきさ気をつけて。ファミマザメロンパン美味しいですよね。これはフィンのストラップです。フィンのストラップダイバーで瓶が2缶が1234522123242526エギが26エギライターそしてラインあとサビキの重りここねちょっと少なかった。なんか空き缶類瓶そしてプラスチックの袋が山盛りそしてプラスチックこんな感じです。はいというわけで、今回も水中清掃行ってきました。簡単なねことからでいいので皆さんもね少しずつでも何か、まあ、地球自然のためにできることを、していっていただけたら少しずつでもね、地球は良くなるんじゃないかなと思います。僕もねまだ引き続き、海盛りとして、水中清掃ビーチクリーン続けていきます。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。燃え上がれ炎のように行った